こんにちは。ケアプランツのタイクです。今日は新シリーズをお届けしたいと思います。今から始めるサーキット走行と題しまして、初めて今回サーキットを走ってみたいな、バイクは買ったんだけれども、ちょっとサーキット走ったことないし、敷居が高いなって感じている方や、普段持ってきているんだけれども、ちょっとサーキットってどんなところなんだろう、一回走ってみようかなといったきっかけになる動画になればなと思って、新しい動画のシリーズをちょっと公開させていただきたいなと思います。で、今回は準備編ということで、実際サーキット行くまでに、敷居が高いと言われている要因でもあるんですけれども、でも実際にサーキット走ろうとなった時に、これだけは準備しておいた方がいいですよっていうところを必要な部分だけまとめて紹介させていただきたいなと思っています。それでは早速内容に入っていきましょう。今から始めるサーキット走行準備編ということで、まず一つ目なんですけれども、こちらに書いてある装具っていうところから入っていきたいんですが、サーキットを走るって決めたときは、サーキットを走る日に皆さん必ず休みを取ってください。お仕事されている方、いろんなご事情あるとは思いますが、1日スケジュールを空けていただいた方がいいかなと思ってます。中にはですね、サーキット走り慣れている方で午前中だけさらっと走って爽やかに帰っていくっていう、素敵な楽しみ方をしている方も当然いらっしゃいますし、それが間違っているってわけでは決してないんですが、初めてサーキットを走るよとなった時に、僕自身もそうですし、皆さんサーキット走られたことある方だったらご存知かも思うんですけれども、すごく神経を使うんですね、サーキット走行っていう。初めて走ったコース、自分のバイクとはいえ走ったことない路面で、見たことないスピードで、すごいスピードで抜いていく周りの人たち、いろんな状況が作用して、すごく自分の人生の中で体感したことないぐらい神経を使って、もう帰りの車だったら寝ちゃうよっていうぐらい結構神経をすり減らしてしまいますので、その日に例えばお仕事だったりとか用事、別の用事っていうのを入れてしまうと、ちょっとそこに支障が出てしまったりとか、走りに注意が散漫になってしまうことがあるので、やっぱり1日休みを取っていただいて、存分にその休日を満喫していただくっていうところをお勧めします。では本題に入っていきます。まずは装具ですね。必要になってくるものが、ライダーの装備、写真だとか MotoGP の写真とかも見ればうすうすお分かりかなとは思うんですけれども、ヘルメットで、ヘルメットリムーバー、これ緊急脱出のやつなんですけど、ヘルメットリムーバーで、レーシングスーツ、これはサーキットによって上下セパレートに分かれているものでもいいというサーキットのルールや、そういった走行会もあるんですけれども、やっぱりエアプランツ推奨としてはレーシングスーツっていうのは着用していただくことをお勧めします。で、そのスーツの中に実際に入れていただく前後のパッド、チェストガードっていう胸のパッドと、この背骨を持っている脊椎パッドっていうのがあるんですけど、実はこれ あまり外に見えてないんですけど、これ必要になってきます。で、最後足元を保護するブーツというところのセットになってくるんですが、基本的にこのヘルメットやリムーバースーツ、前後パッド、ブーツっていうところは MFG 企画という、国内のレースをするための企画があるんですけれども、その企画に準じているものであれば、まずほとんどのサーキットで使えるんじゃないかな、それを持っていれば全国のサーキットどこへ持っていっても走れるんじゃないかなというふうに思いますので、商品を選ぶ際はぜひそういったところをチェックしてみていただきたいなと思います。で、あとはヘルメットなどに関しても、やはり MFJ の企画を通っていることなどが重点的に挙げられるんですが、できれば新品買ってください。中古を買いましたよ、スーツ買いました、ブーツの中古買いました、確かに安く売ってますし、状態のいいものも中にはあるので、一概にはこうとは言いづらいんですけれども、やはり万が一自分の体を守る最大の道具になってきます。もう転んでしまったらこれしか守る道具がないので、ヘルメットなどは特にですね、普段のバイクの街乗りでも使えるとは思いますので、ぜひ新品を購入していただいて、サイズも今測定した上で購入するというところもほとんど主流になってきてますので、そこのところぐらいはちょっと投資していただきたいなと思います。で、このヘルメットやリムーバー、脊椎パッド、前後パッドで、この胸のパッドの部分なんですけれども、この胸のパッドの部分をちょっと注意事項としてアナウンスさせていただきたいのが、MFJ のこの企画のルールが今年2021年から変わりまして、2021年1月1日よりですね、レースに出る際は CE 企画と呼ばれている、これヨーロッパの企画なんですけども、ヨーロッパの通している企画に準じているちょっと柔らかめのものでないとレースに出場できませんよっていうのがあるので、もしサーキット走行しようかなと思って購入を検討されている方は、旧型のものではなく、この新しい CE 企画を通っているものというのを重点的に選ぶといいかなと思います。この辺
たりはあのショップさんだとかに行って店員の方やスタッフの方に聞いていただければこれですよって言ってくれると思うので、ちょっとその部分だけ頭の片隅に入れていただくといいのかなと思っています。では続いて車両です。車両の具体的な整備ポイント、例えばタイヤですとかエンジンだとかっていうのはちょっと別の動画、この後の、車両編準備編っていうところのご紹介にしていきたいな、現場のあたりでこういうふうにチェックするんですよっていうところでご紹介していきたいなと思うので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、ここでの車両という意味はどうやってサーキットに行きますかっていうところにポイントを当てています。もう2つです。もう自走で行かれる場合、ご自身のバイクでそのままヘルメットとスーツを着てブーンってサーキットに行く場合と、まあ、何らかのものに積んで、まあ、トラックやハイエースだとかが主流ですけれども、そういったものに積んで、サーキットに行くというどちらかの方法があります。まあ、もちろん皆様の環境や予算、いろんなご事情があるとは思いますので、この自動派がいいよ、トランポだとガチですよとか、トラックだとなおさらいいよとかっていうのはもちろんあるにはあるんですけど、今回のそこのポイントではなく、この準備編、初めてサーキットを走る方に特に注意していただきたいポイントが一つだけあります。それは自走でもトランポでもどちらでも結構なんですけれども、なるべく一人では行かないようにするということ。もうちょっと深掘りすると、これどういうことかというと、万が一にあった時、万が一があった時に連絡がつくようにしていただきたいんですね。誰でもいいです。例えばご家族に内緒でバイクサーキット、バイク買いました、サーキット走りに行くよっていう方もごく稀にいらっしゃるので、家族であるのがなかなか難しいって方もいらっしゃるんですけれども、お友達ですとか一緒につるんでいるバイクの仲間、バイクを買ったバイク屋さん、いろんな形で連絡を取れる方法あるかと思いますので、万が一サーキットで転倒してしまった、怪我をしてしまった、極端な話初めて走って後ろから追突された、自分が追突してしまった、そのまま病院送りで入院になってしまったっていう事例も必ず存在をしていますので、そんな時に連絡がつく手段、またはなんとかそれで家に帰れる方法をなんとか用意していただきたいと思っています。そういう点で言うと、お友達だとか仲間と一緒に行くっていうところの方が非常に便利かな、何かとそういったところの心配事がいらなくなってくるのかなと思うんですけれども、例えば一人で自走で行かれる場合でも、ご家族の方にこことここをこうやって走って帰ってくるからね、いついつまで連絡がなかったら何かあったと思ってねだとか、どこどこに確認してねっていったところ、サーキットの番号や住所も当然出てますので、万が一ここまでに連絡がなければここにちょっと一回確認してもらえるかなだとかっていう形で、何でもいいので、とにかく一人にならないことっていうところをちょっと重点的に意識していただきたいなと思っています。では続いて、その準備編の最後としてはライセンスです。まあ、中にはライセンスがなくてもサーキットお試し走行できますよ、本当に革パンとジーパンでサーキット走れますよみたいなところのごく稀なそういった走行があるんですけれども、基本的にこのサーキット走行を楽しまれる方、いわゆるスポーツ走行であるとか、いろんな走行会含め楽しまれる方はライセンスを取得していただくと非常に便利かなと思っています。例えば鈴鹿サーキットであればモビリティランドという会社が経営していますので、鈴鹿サーキットのライセンスを取得するとツインリンクモテキも一緒に走ってますよっていう特典がついてきたりとか、いろんな形でこう連携しているところが非常に多いので、ライセンスを取得していただくっていうところがメリットになるんですが、一般的なスポーツ走行やそういった走行をする上でサーキットが発行するライセンスを持ってないと走れませんよっていうコースが非常に多いので、いざ走ろうと決めてみて、準備もして車両も整えて、お友達も連れて行ってみたものの、ライセンスがないので走れませんでしたっていうのは非常にちょっと悲しいかなと思いますので、必ずその走りに行くサーキット友人の方でも結構ですので、情報を聞いて直接ホームページや電話でお問い合わせをしていただいて、何が必要か、何が書類上必要なのかっていうところは確認していただいた方がいいかなと思います。でこのライセンスというのも即日発行されるコースもあれば後日発行されるコースというのもありますので、じゃあいざ朝一から準備をしていきました、でも実際にはライセンスを取るまでで今日終わっちゃったよっていう方も中には結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、午前中にライセンス講習を受けてブリーフィングを受けたら午後から走りますだよっていうところが可能なのかどうかっていうところも事前に一度確認をしていただくといいのかなというふうに思います。このような形で準備編として、まずは走りに行く前の段階としてはこのサーキット走行として装具や車両とライセンスを取るということ、あとは当日お休みを取っていただくっていう4点が重要なポイントになってきますので、ぜひそういったものが気になった方っていうのはそれぞれのところにお問い合わせいただいて準備を整えていただくといいのかなと思います。引き続き今から始めるサーキット走行ということで、サーキットを走ったことが3回未満ぐ
ぐらいの方向けに非常にこう分かりやすい簡単な情報と、あ、誰でもまずはスタート、ここの部分を意識していただきたいっていうところのポイントをまとめた動画を今後も上げていきますので、この動画が面白いなと思われた方は引き続き次の動画もご覧いただき、チャンネル登録と高評価ボタンの設定をぜひよろしくお願いします。